3分3ラウンド延長なしね。バッティング肘打ちプレリミナリーファイトの第1試合です。左に秀樹、身長160センチ、右には下げ髪和樹、 K1 カレッジ2018アンダー60キロ王者、172センチです。プレリミナリーファイト3分3ラウンド延長なし、引き分けありのルールで行われます。3ノックダウンシステムです。石川直樹さんの解説でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。身長差がややあるこの両者、試合が始まりました。サウスポースタイルで構える赤のグローブ秀樹、そして青のグローブオーソドックススタイルは下げ髪和樹です。まず石川さん、この下げ髪和樹は K1 カレッジ去年のチャンピオンですね。そうですね、こういう、ね、K1 カレッジだとか甲子園のね優勝者、準優勝者がこうコラケンホールのリングで戦うというのは今ねいい道になってますよね。そうですね、まあ、まだ20歳というのがこの下げ髪和樹です。9月に21歳になります。対する赤のグローブ、今ボディーブロー入っていく秀樹の方、こちらは160センチ、33歳、まあ、自分はまだまだこの年齢は重ねてきているけれども、その遅咲きの力を見せていきたいと、そういうふうに語っている秀樹です。まあ、本当こういう選手も徐々に出てきてますね。そうですね、プロのリングに、年齢は関係なくてね、戦績も関係なくて、一発一個の試合の勝ち方インパクトで、ね、一気に本戦だったり、ね、そっちに行けるのが今のクラッシュのリングですからね。そうですね、はい、まあ、まさしくそのもちろん勝利結果というのは求められるプロのリングではありますけれども、うん、いやファイターというのはそれだけではありませんもんね。そうですね、あと今はね、どこのジムの選手なのかっていうのもやっぱり今選手、お客さんたちは見てますよね。あ、そうですか。はい、ジムごとに、ね、カラーだったりとかブランド力もありますからね。この先上選手はデビュー戦だけどね、もうクレストで日々練習してるから、面構えも堂々としてますしね、落ち着きもすごいですよ ね。スーパーフェザーと言いますとね、タケル選手が同じ階級にいるこの下げ髪です。 K1 ジム下げ髪王のクレスト。さあ、ここはサウスポーとオーソドックスの対決となっていますが、先ほど秀樹はこのオーソドックスにチェンジを見せていました。ここまで試合展開どうでしょう、石川さん。そうですね、やっぱ下げ髪選手がいい リーチを生かした戦い方ができてるけど、秀樹選手はね、やっぱりパンチボディに集めながら先上選手を止めたいという作戦なのかなと思いますね。うん、はい、ここ右のストレートを伸ばすのは下上の方です。秀樹はインローを放っていきました。右の左の内ももに向けてその左足放っていった秀樹です。まあ、秀樹はかなりこのパンチも打撃も上下のチラシがいいですね。うまいですね。あ、パンチストレート下上寸前でかわしていきました。膝を使ってくる下上、うん、パンチの上下の内訳の秀樹選手対下上選手はね、長いリーチからの蹴り、ミドルキックと同じような軌道で前蹴りが出るので、ええ、これは厄介ですよ、秀樹選手にとってね。さらには膝、そして飛び膝も見せている下げ髪です。はい、前蹴り、そこに対して前に出ていく秀樹となってくると、やっぱり秀樹からするとちょっと距離は離れたくないですか。そうですね、入りたいですよね。前に入っていく、その足を上げて相手の進行を食い止めるような形です、下げ髪和樹。残り10秒、標識が鳴っています。左のパンチで入って右のミドルは秀樹です。コーナーを背にする下げ髪、リング中央は秀樹。ここで第1ラウンド終了です。それで第1ラウンドの印象どうでしょうか、石川さん。そうですね、お互い自分のやりたいことができているのかな。ただ若干リーチをうまく生かして戦っている下げ髪選手の方が一見ちょっと有効かな、有利かなっていうふうには印象ですね。うん、まあ、両者先上の方はプロデビュー、そして秀樹の方はクラッシュ初参戦ということで、まあ、硬くなる部分もあるのかなと思いますが、そのあたりどうご覧になりました。そうですね、やっぱりね、クラッシュ K1 というのは大きな舞台ですからね、初めて上がる選手にとってはどういうふうに上がるかって、その選手によりますよね。うん、ついに来れたこの場所にって思う選手もいるし、やっぱりね、どうせもそのこの場所にやっといるんだってちっちゃくなっちゃう人もいますからね。でも秀樹選手は落ち着いてるじゃないですか。そうですね、楽しめてると思います、この舞台を。まあ、この1ラウンド終了して下げ髪の方も表情は非常に終始冷静な様子で、今セコンドからのアドバイスを聞いていました。第2ラウンドです。両者ゆっくりとここもリング中央まで歩いてきました。ボディーブローは秀樹、このボディーブロー上下のチラシのいい秀樹です。千葉県宮里市の出身秀樹、そして愛知県豊橋市の出身下げ髪和樹です。
このやはりサウスポー対オーソドックスという展開なので、はい、やっぱり、オーソドックスが必ずサウスポーと戦う場合は右のキックを戦うというのを有効に使うというのは一つの鉄則なんですね。さあここはパンチに前に入ってくる。ちょっと秀樹圧力増してきましたね。それを秀樹選手は分かっているので、それを怖がらずにうまく体を振りながら、ね、ボディにパンチを集めているっていう戦略を立ててきたんでしょうね。この左の前蹴り、そして右のミドルというのを打ってくる坂上。もう切り返していきました。坂上蹴りもいいですね。いいですね。さあ圧力はどうか。この左ミドル、ちょっとこの左腕かなりミドルもらうシーンが増えてきました。秀樹です。そうですね、はい、あれやっぱちょっとダメージ蓄積してくるというところですね。ボディで入ってきます。近い距離詰めた。身長差12センチ。本当に腕で蹴りをずっと受けてると最初は平気なんですね、もちろん、はい、だけどだんだん本当にしびれて上がらなくなってくるんですよ。まだねもちろんこのぐらいのラウンド序盤だったらまだ平気だと思うんですけど、でも不用意にもらいすぎるとだんだんね自慢のパンチが死んできちゃいますよね。まあ、そういったしっかりとミドルをこの3ラウンド終始、使っていくというような戦い方っていうのはこういう若い選手でもできるものですか？そうですね、できますね。やっぱりあ左だ聞いた、ダウン。最初のダウン奪ったのは秀樹です。あ、これはダメージだ。ノックアウト勝利。左のフック打ち砕きました。 A1 カレッジ2014チャンピオン坂上和樹を秀樹がその剛腕下しています。いや、これはインパクトある勝利ですね。坂上選手が、ね、完全にミドルキックの距離を完全に掴んできましたねって僕言おうとした瞬間に、秀樹選手がパッチ一発で止めたんで、はい、やっぱどこか坂上選手がちょっとね自分のペースになってきたな、ちょっと安心してきたところだったんですね。これね、この一撃で完全に効きましたね。はい、その後追い打ちをかけていきますが、もうここ、この左、うまい、完全に崩れています。うまいと、はい、いや相模大野クレストの、ね、選手、そして K1 カレッジ優勝している選手っていうのも一つのブランドなんで、このブランドのある選手をこう初登場のクラッシュのリングで KO 勝ちしたっていうインパクトはこの次につながりますね。見事なクラッシュ初参戦初勝利、秀樹です。